応援に農政連の江南支部長田中勝氏とともども応援に駆けつけさせていただきました。お騒がせして誠に申し訳ございませんが、しばらくの間ご容赦くださいますようお願い申し上げます。今回の市議会議員の補欠選挙、どこかに偏りすぎている地域振興を是正し、市内各町均衡に発展させるために、どうしてもこの地域から市議会議員を送らなければならないのです。そのため、昨年の県議会議員選挙において皆様方に多大なご支援をいただきながら、力不足で涙を飲んだ認めまさし、この度そのことを反省し、新たな観点から効果の未来を開くため出直し再出発を決意したのであります。認めまさし2期5年の議員実績を有する若さと情熱、そして実行力の糸目まさき候補をもう一度市議会議員に送りたいのです。送っていただきたいのです。住んでよかった、住み続けられる効果の次の20年を焼くため、草津線の利便性の向上や河川道路の整備をはじめとするインフラ整備、高齢化、後継者難に伴う復興作地問題などの13間地域の農業の振興、商工の振興、長寿全国1、2のこの福祉施策や子育て施策、人口減少対策などなど、この地域が抱える課題の前進について認めまさきに託そうと頑張っているのであります。その他に農業に関する一つの施策を提案できるのは認めまさきであります。自ら農業を経験しております。獣害対策にも取り組んでおります。そのために農政連の効果連絡協議会江南支部として農政連から推薦をいただいているところであります。他の他の候補につきましては農業のことは一切触れておりませんが、認めは農業のことについて触れて将来展望を持っておるところであります。そういうことでこの選挙戦戦っているわけでございますが、選挙戦の状況、誠に厳しい状況であります。体力、気力、実行力は十分持ち合わせており、どこかで災害が起こると真っ先に駆けつけ、寝食を忘れ汗水を流すボランティア活動をするなど、その素早い行動と決断力は誰にも負けません。地域が抱えるこれらの課題の前進について認めまさきに託すのには、どうしても必要なのは皆様方の温かいご支援とお力添えであります。どうか工事の皆さん、この新進気鋭の認めまさき候補をお助けくださいませ、勝たせてくださいませ。心からお願い申し上げます。以上、田中からのお願いでございました。どうかよろしくお願いを申し上げます。今日はダブル田中でお願いに回っております。ご清聴ありがとうございました。工事の皆様、ご清聴ありがとうございました。ただいまは元江南町長、そして認めまさき後援会長であります田中翔吾が皆様方にお願い申し上げました。それではお待たせいたしました。代わりまして候補者認めまさきが心を込めて工事の皆様方に訴えさせていただきます。どうぞご清聴くださいませ。工事の皆様、こんにちは。高架市議会議員候補の認めまさきでございます。7日間に及ぶ高架市議会議員補欠選挙、本日がいよいよ最終日となってまいりました。
もう残すところあと数時間、そういうところまで今迫ってきております。最後のお願い、最後の訴えをしに、田中翔吾元江南町長、そして農政連の田中克美支部長とともに街頭演説に寄せていただいております。しばし、先ほども話もありましたが、しばしその農業にかける思い、お話をさせていただければと存じます。私は農業政策について一生懸命訴えさせていただいてきました。私は決して農家の出身でもありません。農業については今年初めて畑を始めましたが、それまでは特に農業の経験があったわけではございません。しかし農家の方々のところに行き、田植え、稲刈り、自ら手を泥で汚して経験をさせていただき、そして畑も自分で耕し、草刈りもして収穫もして、そういった経験を積ませていただいているのは、ひとえに農業の知見を体得するためでございます。農業を活性化すれば、私は甲賀市が必ず活性化すると確信をしております。その農業を活性化するためには何が必要なのか、それを自分で体得するために、自ら農業を、農作業を率先してやらせていただいてまいりました。これからもやらせていただきたいと思います。農作業で人が足りないときは、ぜひとも気軽にお声をかけていただければ、時間の許す限り発声参じたいと思います。そういった中で農家の皆様からお寄せいただくお声、しっかりと胸の内にとどめさせていただいております。今まで本当に多くの方々から聞いてきたお話、それは例えばお米の農家であれば米の買い取り単価が安い、もうこれを本当に何度も何度も聞かせていただきました。赤字を出してまででも耕作を続けておられる農家の方々、本当に頭が下がる思いでございます。私たちが日々食べるお米、食料をしっかりと汗水流して赤字を出して作っておられる、本当に申し訳ない気持ちでございます。しかしそれもどん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 離農していかれる方が近年多くなっているのは避けがたい現実でございます。赤字を出して儲からない仕事に無理やりつけ、こんな政治では私はダメだと思います。私たちの日々の暮らしを支えていただいている尊い仕事を担っていただいている方々に、それを担っていただいている農家の方々には、それに相応ふさわしい報酬、所得があって叱るべきでないでしょう、叱るべきだと私は思います。そういう所得が得られない赤字の職業を見て見ぬふりする政治ではダメだ、そのように思っております。いかにして農家の皆様の所得を上げていくか、一緒に知恵を絞って改善に臨んでいきたい、そのように思っております。一つ視点を変えて私はご提案をさせていただきたいと思っております。話は金融の話になりますが、今年6月頃マスコミの報道で円安の話が何度も何度も報道されました。今まで例えば1000円で買えてたものが、1ドル100円の時に1000円で買えてたものが、今6月頃は160円になったということで1600円になった、高くなった輸入品がどんどん高くなった、日本人はどんどん購買力が下がって貧乏になっていってるんだ、そんなお話をテレビ、マスコミ各社は連日連夜報道していた、私はそのように記憶をしております。そのことは、嘘ではありません。確かに私たちの購買力が下がっている、それは事実です。円安になれば物を買う力が弱くなる、これは事実でございますが、私たちがこれからどんどん貧乏になっていくのかといえば、それは違うのではないか、私はそのように思っております。むしろこれから私たちが豊かになっていく一つの転換期を今日本は、そしてこの甲賀市は迎えているのではないか、そのように感じております。それはどういうことか、総じて円高の時というのは自分たちで物を作って売るのではなく、外国から物を買っていくのが有利な時代なわけです。
実際私たちは三十数年以上前は何でもかんでもメイドインジャパンといって何でも作れた国だったんです。しかしプラザ合意以降、円高の時代を長く迎えて、円高の時間を長い間経てきたことで、物を作らずに外国から買ってくる癖が日本全体でついてしまったんです。農業もしかりです。地元のよくおなじみの近所の方々が作ったおいしい野菜、安心安全の野菜、これを食べたら体にええのは分かってる、健康にええのは分かってる、おいしいのも分かってる。でもやっぱりスーパーに並んでる輸入した輸入の野菜が安い、ついついそっちに手が伸びてしまう。これが円高の傾向なんです。しかし今は円安、これからはずっと円安基調が続くと私は思っております。円安の時代はそうではない。輸入品が必ずしも安くはない。店頭で並んでいる輸入品の野菜よりも、野菜と地元の野菜、価格差が縮んでくる。どん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 縮んでいけば、これぐらいの価格差やったらもう地元のもん買うた方が安心や、これぐらいの値段差やったら安心安全の方を買うわ、それがこれからはそういう時代になっていくわけです。地産地消を進めていくチャンスなんです。で、地元の農家の皆さんがたくさんたくさん野菜を作って、それを地元で消費して、皆様の農家の皆様の所得を増やしていく時代、そういうチャンスが来ているんです。この時代の変わり目をしっかりと捉えていかなければ、私たちは判断を誤る、政治は誤っていくんです。こういったことをしっかりと議会で提案できる議員が必要なんです。この時代の変わり目をしっかりと捉える議員が必要なんです。私はその一人になりたい、そのように思っております。しっかり今の時代がどういう時代かということを的確に捉え、的確な政策を議会で訴え、皆様にベストな政策、それを議会で提案できる議員にありたい。そのためには皆様にもう一度市議会に送り戻していただきたいのでございます。皆様の力が必要なのでございます。どうか皆様の一票一票を私糸目雅樹に託してください。もう一度やらせてください。どうかよろしくお願いを申し上げます。以上、私の街頭演説をさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。工事の皆様、ご清聴ありがとうございました。糸目雅樹、必死のお願いでございます。そして糸目雅樹の思いを訴えさせていただきました。皆様方、工事の皆様方のお身に心に届きましたでしょうか。この高架市を変えたい、そしてこの現実をもっともっと未来にかけて変えていきたい、そんな糸目雅樹の思いでございます。どうか皆様、今回はこの熱い思いを持って立候補させていただきました糸目雅樹に変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。明日の投票日にはどうか皆様方、工事の皆様方の大切なご一票を糸目雅樹と書いていただきまして、市政の壇上へと押し上げていただきますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。